ット1月号、ランバンオンブルーたっぷり入るマルチボックスの紹介です。こちらですね。ほんと大きい。で、お値段は980円となっております。結構大きい箱がついてましたね。では、開封していきたいと思います。なんか変わった形で入ってますね。広げるとこんな感じですね。ぐるっと一周。表にランバンオンブルーのロゴがゴールドで印刷されてますね。綺麗、すごい。で、チャックもゴールド。で、開閉はそれなりかな。ちょっとやっぱりここがね、引っかかるような感じはありますけど、これはまだ多分使ってないから引っかかりやすくなってるんだとは思うんですよね。この、こういうやつですよね。ちょっと邪魔になる。開閉の時に邪魔になるちょっと物体がこういうところにちょろちょろっといるんで。で、持ち手は普通の薄い持ち手となってます。でも2個あるんで、開け閉めは楽ですよね、1個より。で、生地は、キャンパス生地っていうんですかね。布でしたね。ビニールかなと思ってたんですけど、布生地になってますね。で、外側はポケットは何もなしで、あ、後ろにもありますね。ランバンオンブルーのロゴのタグがついてます。背面に。で、上に持ち手がついてます。で、梱包されてた時に、このチャックがこう、上に折り返されて、梱包されてたんで、上に向いてるんですよね。こういう感じで。これがもうちょっとね、長ければ、閉まりやすいんだろうなと思うんですけど、若干、ここが当たるんですよね。そのせいで。で、中は、蓋の方に、メッシュの入れるところがついてます。中はビニールが、裏地がついてますね、ちゃんと。で、ポケットも、何もなし。でも、すごい大きい。この仕切りをどう使うかですよね。ちょっとわかりづらいんですけど、ここと、この下に、一本ずつマジックテープがついてて、反対側も、ここと下側にマジックテープがついてるんで、この仕切りで自分の好きな幅に仕切れるみたいです。まあ私はもう物入れとして使うと思うんで、仕切りは、使うかな、使わないかな、ちょっとわからないですけど。キャンパス生地って珍しいのかな？なんか綺麗ですね、見た目。キャンパス生地なんで、なんか肌あたりもとてもいいです。と、大体の大きさがわかるように、ゴゴティ、これ 600ml なんで、ちょっと大きいんですけど、入れてみるとこんな感じですね。5本、1、2、3、4、4本は余裕で入るサイズですね。若干出てますね、頭が。こんな感じで。
でもすごい大きいですね。大きいといえばバッグのサイズを言ってなかったですね。サイズは縦が17センチ、横が 18.5センチ、待ちが15センチって書いてあるんですよね。多分こっちかな、こっちですね。待ち15センチとなってます。これはなんか収納に使うとかっこいい感じ。スイート1月号セブンイレブンセブンネットショッピング限定ランバンオンブルーレザー長ポーチとミニバッグチャームの紹介に行きたいと思います。全然潰れてない、潰されてないですね。っていうことは硬いのかな、やっぱり。お値段はちょっとお高め、1200円となってます。では開封していきたいと思います。もうほんとしっかりしてる、全然潰されてない状態で梱包されてたんで綺麗ですね。すごい、うん、綺麗。サイズは縦ってここですね、多分13センチ、横 14.5センチ、待ちが6センチとなってます。で、生地はレザー調と書いてありましたね。ツルッツルで光ってます。すごい綺麗、光沢がある。まあレザー調なんでね、あるのは当たり前かもしれないんですけど、なんかすごい高級感があります、見た感じで。表にランバンオンブルーのロゴがゴールドで型押ししてあります。でチャックは通常号と同じ、すごいしっかりしてるんですよ。通常号のチャックもちょっと幅広めなのかなと、ちょっとだけ広めなのかなと思ったぐらいちょっとしっかりしてるような感じのチャックですね。で持ち手はちっちゃいバッグなんですけど2つついてます。ね、薄いやつですね。通常号と同じ。薄い持ち手が2個ついてて、これもなんかリボンみたいに見えてアクセントになってますね。綺麗、すごい。で、持ち手がここについてて、若干ちょっとへにょってなってますけど、持ち手がついてて、裏は何もなし。あとはもう周りは何もないですね。すごいなんか高級感ありありですね、これ。うん、綺麗。中開けると、あ、ちゃんと入ってますね、スポンジ。型崩れ防止用のスポンジが入ってまして、乾燥剤で、内布も分厚めの内布ですね。ペランペランの薄いやつじゃなくて、しっかりしてます、内布。ちょっとなんか変な糸がペローンって出てますけど。で、中にランバンオンブルーのロゴのタグがついてます、蓋側に。これはちょっと高級っぽい。内布もちょっと、すごい、しっかりしてる。うん。これいいですね。何に使おうかちょっと悩むような形ではあるんですけど、ね、クリームとかを中に入れて、もう縦には置けないですもんね。ちょっと考えちゃいますね、使い道に。困る系のやつですね、使い道。で、やっぱりそうなんですよね。こういうのってやっぱり、ここの角が、若干開け閉めしづらい。ここですよね。ここもうちょっとこう改良してほしいかな。で、もう一個がミニバッグチャームって書いてありましたね。こちらのサイズは縦11センチ、
横13センチ、町が4センチって書いてありますね。あ、町がちゃんとあるんですね。4センチもあるのかな。町4センチってなってます。かわいいですね、すごい。ちょっとリボン斜めってるけど。かわいい、このバックチャーム。表に、ランバンオンブルーのロゴがゴールドで印刷されてて、黒のリボンがついてます。で、バックチャームっていうことで持ち手もついてて、で、チャームなんでちゃんと金具もついてます。で、裏面はもう真っ白ですね。うん。で、生地はキャンパス生地みたいですね。布です。で、チャックもちゃんとついてまして、これはもう開け閉めスムーズ、本当に。何も引っかかりなしで。中は何もないですね、ポケットも。まあちっちゃいんでね、ポケットはあっても使い道がないんで。ここになぜか、ランバンオンブルーのロゴのタグが、ここですね。なぜかついてますね。ちょっとそれはびっくり。でもまあ外にあるよりかはいいかな。っていうか別になくてもよかったんじゃないっていうような感じですね。これにちょっと細々したものを入れて、カバンにつけといたりすると可愛い。これ欲しかったんですよね。で、本の内容で、ゲッターズ飯田のスーパーラッキーガール占いっていうのがありました。ちょっとこれ読んだんですけど、面白かったです。スイート2月号の付録紹介です。なんかちょっと、どういう風に使うのって思うようなバッグがついてますね。通常版の方は、ジル・スチュワートのロゴトートと、パワーポーチのセットになってます。で、増刊号は、ロゴストラップ付きマルチウェイバッグって書いてありますね。22から23ページを見てねって書いてあるんで、ちょっと見てみましょうか。トートバッグは本当に大きいですね。使い勝手良さそう、これ。で、ロゴが、ジル・スチュワートのロゴが、ね、シンプルに入ってて、これ使いやすそう、すごい。いいですね。綺麗。なんかおしゃれですよね、こういう、なんか、シンプルなやつって。で、増刊号のバッグは、とても変わってますね。この2個使いでもいけるし、単体でも、1個ずつ、バラでも使えるみたいですね。ボディバッグって男性向けが多いんで、女性がね、使おうと思った時に、ちょっとおしゃれなボディバッグが欲しいなとかって言ってもなかなかなかったりするんで、こういう感じのがあると、とてもいいかもしれないですね。うん、両方いいですね。ちょっとこのトートバッグ、おしゃれなんで買おうと思います。スイート2月号は1月11日発売となってます。今回はスイート1月号のランバンオンブルーたっぷり入るマルチボックス。本当に大きいです。手のひらぐらいですね。全体的には。で、高さもこんだけあるし、すごい使い勝手の良さそうなマルチバッグと、レザー調ポーチですね。こちらはセブンイレブン、セブンネットショッピングの方です。これはすごい見た目高級感があって素敵な付録ですね。こちらと、ランバンオンブルーのミニバッグチャームのこちらとのセットの紹介でした。気になった方は見に行ってみてください。それでは、バイバイ。